ヨーヨーアディクトプレゼンツアディックチューブをご覧の皆さん、こんにちは、ひろゆきです。今日は第1回目ということで、素敵なゲストに来ていただきました。2008年オフストリング部門世界チャンピオン、岩倉玲くんです。はい、パチパチパチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、普段はね、香港とか、AP とかでも、香港とか AP とかね、お世話になってます。大体一緒に行動しとるやん。そうですね。世界大会のホテルも毎週。あ、そうだね、シェアしてもらって、で、まあチームも、はい、ヨーヨージャンプということで、レクストリーム、はい、発売おめでとうございます。ありがとうございます。何気に、アディクトのオープンの人、そう、発売日がね、かぶって、奇遇ですね。奇遇ですね。さあ、そんな今、話題のレクストリームなんですけど、発音はレクストリームなんですか、レクストリームなんですか。どっちでもいいんじゃない。レクストリーム、でも前者の方がちょっと近いね。レクストリーム、レクストリームの方が、うん、これはレイ。そうだ、レクストリームと、そうだね、エクストリームと、そうだ、レイの R と、うん、ちょっとあとかけてるのがリって、なんかあのもう一回みたいな、はい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 、意味があるじゃないですか。だからもう一回そのエクストリームをより次のレベルに、ネクストレベルに、そう、ネクストレベルに行けるようなヨーヨーにしたいなっていう意味を込めてレクストリーム。じゃあもしこれがレイ君のシグネーチャーじゃなかったら、はい、ネクストリームでもよかった。ネクストリームでよかったらね。ネクストリームでも。まあ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 、そんなレクストリームなんですけれども、はい、やっぱ特徴というと、特徴はやっぱね、いろいろあるんですが、はい、まずはこの歩幅ですね。うん、ビッグヨーとほとんど実は同じ、うん、ほうほうほう、あの、うん、ようなんですけど、フェノムと比べて、フェノムと比べるとだいぶでかいですね。 1.5 倍くらいですね、あるんですけど、うん、で今までビッグヨーのやっぱ、はい、オフストリングスのやっぱ一番、まあ、武器になるところは横幅ですよね、うん、そうですね、飛ばして乗るってことはやっぱ横幅が大きいっていうのがいいんですけど、うん、まあ、ビッグヨーは今まで、まあ、それはそれでよかったんですけど、はいはい、やっぱちょっとエッジがすごく高かったり、うん、あとは、まあ、回転力がなかったり、ああそうですね、リムないから、そうですね、あとあのリジェネレーションがすごく難しかったり、はい、いろんなやっぱ弱点がどうしてもやっぱりそれはあったんですね、はいはい、でエクストリームはだからある意味その一番もう使いやすくしたビッグヨーみたいな、うん、ビッグヨーを究極までに進化させたのが、はいはい、多分このネクストリームの、なるほど、特徴はやっぱりその、まあ、これの横幅なんですけども、はい、さっきのローエッジ、はいはいはい、だからもう技やってる間にも傾かないし、うん、このミッドシップウェイトがついたことでやっぱ回転力も、なるほど、はい、ついていろんなやっぱアドバンテージが、オフストリングのフリースタイルで使うには持ってこいっていう、そうですね、やっぱりリジェネレ、今オフストリングスとかっていうのは、はい、いろんなスタイルがあっていろんな技をやりたいんだけども、やっぱりそれだけ好みがいっぱいあるから、それに応えられる、はいはい、全部に応えられるようなかなか、まあ、なかったんですけど、そうですね、エクストリームは本当にいろんなリジェネがしたい、いろんな体系がしたい、はい、ウィップがしたい、跳ねる技がやりたいとか、いろんなその要素に全部に対応できるのがやっぱ強みかなと、なるほどね、思います。なんか最初発売した当初は SIM を入れるといいみたいなのがあったんですけど、はい、ありましたね。今のやつでもやっぱ入れた方がいいんですか。そうですね、レール系とか、はいはい、そういうものを結構やる人は入れた方がいいかもしれないですけど、うん、デフォルトは実はなくても結構いけますね。緑は特に、そうですね、 SIM は入れなくても。岩倉くんはどんなセッティングで、やりたい技によっては変わるんですけど、最近は SIM なしでも結構、まあ、使いやすくに、うん、なってるし、次の大会では、まあ、どちらかなって感じかな。まだ迷ってる。迷ってるね。予選は SIM 入れて、まあ本戦はどうしようかなみたいな。ああ、なるほどね。でも逆にそうやって、いろんな、シチュエーションに対して、うん、まあ、SIM を入れたり、パッドを変えたり、はい、ベアリングの、まあ、コンケーブにしても実はやりやすかったりして、おー、うん、いろんなその、まあ、調節ができるのが強みなので、まあ、ベストセッティングを探す楽しみもあるかなとは思います。レクストリーム、要チェックで。お願いします。はい、で、さっきちょっと大会っていう話が出たんですけれども、はい、次出る大会は何か予定ありますか。そうですね、次は3月に行われるノースジャパン、はい、ノースジャパンと北海道ですね。はい、北海道の大会に3月 NJ で、次はまたこれ3月 AP は、あ、AP も、 AP も行きますか。はい、行きますね。 AP もオフストリング部門に、はい、公演部門には出ます。シングルはどうなんですか。シングルも出たいけど、まずは NJ でちょっと、あ、NJ シングル出るんですか。一番、実はまあシングル一番気合が入ってます。おっと、オフストリングよりも、いや、なんか練習期間が、はい、シングルになぜか、まあ、かなり熱が上がってる。なるほど。ぶっちゃけ12月からもう構成はあり、シングル、おー、気合入ってますね。
ハムストリングスを今考えちゃうんですけど。シングルはちなみに、ちなみにもちろんこれ、ちなみにというかもちろんこれ、おフェノフェノム、ムの方ですか。ムの方ですね。おありがとうございます。結構でも言われてるんだよね。うん、まあ、ミッキーもフェノミズムとフェノム、そうですね、まあ、使い分けたりはするんだと思うんだけど、どっちかっていうとこう振り回す系が、そうだね、振り回す系が多いとミズムかなっていう感じですね。で安定感とかをね、まあ、求めるのがフェノムだし、うん、まあ、でもどっちかちょっと迷ってる。なるほど。じゃあ NJ、 まずは NJ。 はい、まずはそうですね、NJ で頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで今日はどういうというわけで、はい、今日は寒い中、はい、この T シャツもちょっといきなり注文していただいちゃって、そうですね、ちょっとびっくりしたんですけど、普通に素で注文しました。はい、ありがとうございます。余裕ができたで、これ S サイズですね。 S サイズ、僕も S サイズ。2人が着てるのがちょっと S サイズで、岩倉くんのはブラウン、うん、ブラウンで、僕のがバーガンディと。バーガンディ、はい、そうだね。結構やっぱ黒も、やっぱヨーヨー系の人だったら黒が、黒が定番ですね。すごい定番だけど、この色もすごいいいよね。案外こういう色でも全然ストリングスは見えるんで、うんうん、見えるし、確かあの CJ では青、青ですね、ブルー着てた、はい、すごい、どの色もやっぱ黒以外もすごくいいよね。茶色見た時にすごい、茶色はちょっとあの、うん、高級な感じですね。そうだね、このゴールドとこういう茶色の組み合わせって今度はすごい綺麗だと思う。ありがとうございます。はい、というわけでおすすめですね。はい、ヨーヨーアディクトプレゼンツアディクチューブ、今日は岩倉玲君にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。